ウォンジョンヨブランドミューズ TWICE ももさんです。ようこそお越しくださいました。チャルロショスミダ、ステージがパッと華やかになりましたよね。改めてご紹介いたします。世界で大活躍する TWICE のメンバーであり、ウォンジョンヨのブランドミューズのももさんです。はい、一言挨拶お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ウォンジョンヨブランドミューズの TWICE のももです。今日はよろしくお願いします。はい、ももさん、今日のお衣装もとっても素敵ですね。衣装のポイントございましたら教えてください。今日はあのブラックのベルベットのワンピースでちょっとシックな感じで決めてみました。わあ、美しいです。もうキラキラしてますよね。ウォンジョンヨさんとももさんがキラキラ美しい光景を皆さん目の当たりにしております。韓国、日本にとどまらず世界中を飛び回っているももさんですが、そんな忙しさの中でも美しさを保つ秘訣を教えてください。やっぱりあの飛行機によく乗ることがあるんですけど、飛行機はすごく乾燥することとかも多いので、あのパックをあの常に持ち歩いたりとかして保湿をするようにいつも気をつけています。ブランドのミューズとしてお話をいただいたときは、あのウォンジョンヨ先生 の、 あのブランドということでもちろんやりますってあの始まったんですけど、こう1年間でこんなにあの注目していただけるとは全然思ってもなかったので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、本日はウォンジョンヨ誕生1周年ですが、ももさん来月9日お誕生日ですよね。はい、はい、お誕生日を迎えられるということで、はい、まずはおめでとうございます。出荷できた、ありがとうございます。はい、もうね本当にこれから期待のね、有名なもうアイドルトップアーティストなんですが、誕生日を迎えられて新たに挑戦してみたいことなどありますか？ちょっと最近料理にあのハマっているので、あのいつか時間ができたら料理教室にも通ってみたいなって思います。ももさんが作った料理本当によだれが出るぐらい美味しそうですよね。はい、ももさんの活躍から一目目が離せない1年になりそうです。札幌に行ってみたいです。札幌ということで、はい、ちょっと冬に行ってあの雪とかで遊んだりお鍋を食べたいです。どんなお土産がいいですかね。やっぱりあの美味しいものをたくさん買って、あの練習の時とかにあのメンバーに分け合いっこしたいです。そうですね、トーンアップクッションの、 あのシャインラベンダーがあのすごくお気に入りで、あのカバー力もすごくいいのですごくおすすめです。最後、はい、それでは左側お願いいたします。ももさん左側視線お願いいたします。ただいまムービー撮影となっております。後方、カメラマンの方に視線をお願いいたします。それではムービー撮影、皆様よろしいでしょうか。で、지금사진촬영말고영상촬영이고요。それでは後ろの方視線をお願いいたします。実直바라봐주시고요。はい、ムービーの方はよろしいでしょうか。